スチームクソゲー。発掘隊。動体視力。動くものを捉える能力。胴体が上下左右、または前後に動くのを見極める能力はスポーツなどで必須の能力。これを鍛えるトレーニングも、ググるといっぱい出てくるね。今回我々は胴体視力トレーニングに最適なホラーゲームを見つけてきたぜ。ゲームで楽しみながら鍛えていこう。まあ楽しめるかどうかはわからないけどな。今回ご紹介するのはこちら。ブラックアップル製作のスリープ。ストアではソンとロシア語で表示されているね。意味はどちらも睡眠だぜ。お値段720円で評価はほぼ不評となっているよ。真ん中にあるように、最初に音量設定しないと音が出ないようになっているぜ。しかもゲーム中だけね。なんでそんな設定にしたのかわからないが、オプションは普通に充実しているぜ。ちなみにこれ以外に F でフラッシュライトが使用できるよ。それではゲームを始めていこう。ご覧の通り恐ろしく小さい字幕となっているため、思いっきり画面に近づかないと読めないよ。我が名はジル・スペンサー、ニュースデイ新聞の記者として働いている。私はしばしば悪夢に苦しめられている。多くの人はただの悪夢と言ったが、あれはただの悪夢ではない。とても頻繁に悪夢を見るし、内容も続いているのだが、悪夢が終わることはない。夢の中で自殺を図ったら、2ヶ月昏睡してしまった。二重生活を送っていると言えるだろう。最近友達に家を離れる間の管理を任された。彼らは裕福な地域に住んでおり、これは生涯忘れることのできない瞬間になるだろう。これが私のお話の始まり。ということなんだが、このロシア訛りの英語。どうもネイティブの人からすると、この英語翻訳は突っ込みどころ満載なようで、なかなか笑えるらしい。ぜひ日本語にも訳してほしいな。友人宅の管理を任された主人公。彼女は他のゲームで見たことある、アセットでできた街中に放り出されるぜ。至る所に透明な壁が設置されており、決められた範囲を探索するって感じだね。ということで今回はノルマ達成はなしだぜ。基本的に一本道なんだけれど、誘導自体がろくにないため、何をすればいいのかとてもわかりづらくなっているよ。火をつけなければということで、今獲得したのがライター。実は音声設定を忘れていて2度目の映像なんだけど、初見では何を拾ったのか、何に火をつけるのか全くわかっていなかったよ。放火でもするのかと思ったが、暖炉に火をつけるだけだったな。そしてここから何をすればいいのかなんだけど、ポーズをするとマリサの下に目的が表示されるよ。ちなみにゲーム内の誘導があるところもあるんだが、そういったところでは表示されて、誘導のないところでは表示されないため使いづらいぜ。そしてこれで眠れるとセリフがあったんだけど、文字が小さくて見逃していたよ。一言眠たいと誘導があればよかったのにと思っていたが、ここにはきちんとあったんだな。編集する段階で初めて気づいたよ。まあ誘導もないところが大半なんだが、おとなしく眠るとしよう。ここは何なの？来たことないわ。目が覚めると見知らぬ森の中にいた。これが話にあった悪夢だな。ここから本格的なホラーの始まりなんだけど、終始何をしているのかわからないよ。ダメホラーでよくある悪夢を言い訳にして、意味不明な展開を連続させるタイプのゲームだぜ。それでは小屋の中に入って懐中電灯を回収しよう。オプションの方で操作説明があったが、フラッシュライトの使い方はどこにも提示されない。最初これが花瓶か何かだと思っていたよ。ここでも説明が出てこないから、このゲームにライトはないと思ったんだよな。そして自宅では走れなかったんだけど、ここからシフトでダッシュできるようになっているよ。これも提示されないんだが不親切極まりないぜ。それでは道なりに進んでいこう。この左右は透明な壁で遮られていて、森の中には入れなくなっているぜ。そしてこのようなびっくり演出がたまに起きるよ。完全に油断していたんで驚いてしまったぜ。けれどホラーとしては最低限の演出だよね。大なり小なりドッキリ要素はあるもんだが、そこの暗闇に、曲がった先に、なんか得体の知れないものがいるという、想像を膨らませられないドッキリは、
作品を陳腐にするだけだな。そしてただ歩くだけの距離がとても長いので、結構中だるみするよ。ある程度体感してもらったら、ガンガンカットしていくぜ。超スピード？なんかものすごい高速で走り去っていったな。このゲームでは演出が早すぎて、プレイヤーの理解が追いつかない場面がしばしば出てくるよ。そしてここは分岐となっているんだが、気づかずにまっすぐ進んでいってしまったぜ。そのまま進むと小屋があるんだけど、ここには鍵がかかっていて先に進めない。まずはフラグを立てないといけないぜ。実は超スピードで通り過ぎた何かを追いかけないといけなかったよ。けどあいつ通れないところを進んでいったんだよな。一言追いかけてみようとでも言ってくれればよかったのに。そしてここには墓地があるぜ。近くにあるドラム缶の上には、このゲーム唯一の文章があるよ。この文章をまとめると、子供たちを皆殺しにした犯人がいた。これを書いた人物はその犯人に償いをさせると誓っているよ。先ほど言ったようにこれが唯一の文章なので、すべての事象をこれだけから推測しないといけないぜ。このお墓は殺された子供たちのものなのだろう。先ほどの小屋に戻ってくると、なぜだか扉が開いている。中に入ってみると、誰かの泣き声が聞こえてくるよ。そのまま画面が暗転していくんだが、目が覚めると友人宅だったぜ。そしてどこからか聞こえてくるノイズ。音を頼りに下に降りていこう。リビングの明かりをつけると、テーブルの上にフラッシュライトが。こんなの前にあったかしら？夢の中で手に入れたライトだが、ここでは拾うことができないぜ。そして暖炉の方に進むと音が大きくなっていく。しかし外には何も見えないと視線を外すと、窓ガラスがひび割れていたぜ。視線誘導が下手だから見逃してしまったよ。再調査のためにやり直すと、なぜかライトを取ることができたぜ。距離が遠かったのかバグなのか。このまま待っていると、勝手に窓ガラスが割れるだけ。やり直す必要なかったね。そしていつの間にか落ちている電気。どうやらスイッチを探さないといけないみたい。空から落ちてくるベビーベッド。だから何って感想しか湧かないので、このまま外を調べに行こう。そして調べるべきスイッチなんだが、これは部屋の電気のスイッチではなく、ここにポツンと置かれたスイッチのこと。ブレーカーでもないんだね。先ほどのヒントの英語がこれなんだが、スイッチをチェックしないと、私が知る限り彼は外にいる、となっている。彼が誰なのかもわからないけれど、せめてスイッチが外にあるくらいは教えてほしいね。それともヒート一等間違えたのか。そこの真っ黒ゴリラ君はどう思う？こいつはなんで部屋の中で棒立ちしているんですかね。その大男に近づこうとすると、超高速の椅子が飛んできて気絶してしまうよ。早すぎて何が起きたのかわからなかったぜ。動体視力のトレーニング用ゲームの可能性が濃厚になってきましたね。再び目覚めると寝室だった。主人公は水を求めて下に向かうよ。あれは夢じゃなかったのかも。割れた窓やベビーベッドがそのままになっていることから、現実と夢がごっちゃになっているぜ。何が起きているの？ここから脱出しないと。その質問はプレイヤーがしたいんだよね。大きな目的がないため、すべての行動がただのお使いでしかないな。そしてよくわからないけれど家から出ると、またしても高速移動する何かが、このパンストをかぶったパンスト太郎の、悪質タックルで気絶してしまった主人公。いや、夢じゃない。目が覚めると再び見知らぬ森だった。そのまま進んでいくと洞窟があったぜ。なぜこんな悪夢を繰り返しているのか。当然の疑問が湧き起こるんだが、あの紙に書かれた文章以外、ろくに情報が出てこないので全くお話に入り込めないぜ。洞窟の内部を進むと、そこは建造物の入り口となっていたよ。潜水艦の水密扉のようなドアの先には、よくわからない施設のような空間が広がっていた。
ここでは右の通路の先に進むため、正面のドアを開けて鍵を探さないといけない。そのためのカードキーが左の通路の先にあるぜ。左の通路の先にはトイレが。異常に巨大なトイレなんだが、洗面台の上に何やら水色の板が置かれているぜ。やっぱりアイテム類がわかりづらいね。そしてトイレの中にはなんとなくで巻かれた血痕が。カードキーでドアを開けると、中は荒れ果てた倉庫だった。ここが一体何の施設なのか、その辺ももちろん語られないぜ。随分さまよったんだけど、木箱の上に適当に置かれた鍵を発見。これで先に進めるぜ。この扉を抜けた先は、なぜか監獄となっていたよ。適当にそれっぽいステージにしただけなんだろうな。鍵を見つけなくちゃ。奥まで進むとこのセリフとともに、袖か開閉音が鳴って扉が開くよ。この先に鍵を探しに行くと、友人宅で見た真っ黒ゴリラが出てくるぜ。追いかけるもすでに姿はない。また勝手に消えたんだろうと思って探索を始めたぜ。こちらの倉庫には何もなし。黒ゴリラが消えていった通路の方に進もうとすると、再び奴が出現。とりあえず突っ込んでみると、ゲームオーバーになってしまったよ。これまで散々タックルされてきたりしたが、接触でいきなりゲームオーバーになるのはちょっと。追いかけっこさせたいなら、あの黒ゴリラが置物ではなく、ちゃんとした脅威だと描写してほしいね。しかしそんなことは些細なこと。先ほどロードしたんだけど、このゲームはコンティニューで確定フリーズするよ。こうなったら強制終了するしかないぜ。一応チェックポイントはあるので、再起動すればちょっと前から再開できるよ。それでも再起動するのは結構面倒だけどな。それではもう一つの部屋を探索していこう。この通路を進んでいくと、物陰からそっとゴリラが出てくる。今度はこいつにぶつからないように、鍵を探していこう。で、このゴリラなんだが走ることもできないので、特に脅威にはならないぜ。適当に置かれたこの鍵で先に進もう。このまま道なりに進むんだが、何もない通路を1分くらい走らされるぜ。しばらくすると何やら燃え盛る炎が見えてくる。何のためか全くわからない施設から脱出すると、そこには火に包まれた森があった。そして先に進むとカットシーンが始まる。またしても超高速の物体で気絶。これはどうやら岩が飛んできたようだね。みんなは見ることができたかな？もう目覚めさせて。再び目覚めると友人宅。ゲームを進める動機となるような、きちんとした謎の提示もないので、もうすでに我々はお腹いっぱい。我々にお腹はないんだけどね。そして階下に進むと、窓の外を眺めて黄昏れる黒ゴリラの姿が、俺が問題だと思っているのか？奴がやってくるぞ。それっぽい思わせぶりなセリフを残して消えるゴリラ。ここで言う奴ってのが子供たちを殺した犯人か？はっきり言って考察に値する情報すら出ていないので、考えるだけ無駄となっているよ。ここから何も起こらない道を3分くらい歩く羽目になったぜ。しばらく進むとカットシーン。こいつは悪質タックルをかましてきたパンスト太郎だな。彼なの？とのことだけど誰だよ。こいつは瞬間移動しながらこちらを追いかけてくる。触れるともろちんゲームオーバーだよ。つまり再起動が必要ってことだぜ。ここからは追いかけっこ。先回りして前方に飛んでくることもあるが、基本的にただ走るだけで大丈夫だぜ。緊張感とかは一切ないね。来た道を戻りそのまま左に進むと、小屋を見つけることができるぜ。なんなの？ここまで来たら逃げ切れたかと思ったんだけど。
裏口から抜け出すと再びパンスト太郎の登場。ここからはぐるっと大回りするような形で、友人宅に戻るようになっているぜ。道中なぜか大木が爆発する以外は、特に何も起こらなかったよ。眠らないと、なんとかしてこの悪夢から逃げ出さないと。主語が愛だったり理由だったり怪しい文章だが、ベッドに潜り込んで悪夢から脱出するぜ。逃げ出さないと。目が覚めると家が火事になっていた。これ主人公が意味もなく暖炉をつけたからなんぜ。そして脱出しようとしてドアに挟まれたよ。構造的に欠陥ないですか？そして訪れる死と再起動。今のは逃げ遅れたってことなのか？目覚めるところからやり直して外に出るとこのゲームは終了。ここからエピローグだぜ。友人宅が焼け落ちてから、彼らは私を友人だと考えなくなった。私は説明しようとしたが、彼らは聞く耳を持たなかった。そして次に私に起こったことは、友人の喪失と以前と同じ生活だった。より頻繁に夢を見るようになり、あの化け物を何度も夢で見た。そして奴が私に話しかけてくると、それは拒否できないものを買いました。ちょっと何を言っているのかわからないですね。意味がわからないのは、英文自体がおかしいのか。結局このお話は頭のおかしい主人公が、友人宅に放火して、友達を失ったってことでいいのかな？殺人犯がどうのとあったが、あれだけの文章じゃわかりようもないぜ。なんともすっきりしないけれど総評に移ろうか。それでは総評やっていくよ。意味不明なシナリオ、数々のバグ。Steamによくある類のクソホラーゲームだったな。私たちは大丈夫だったんだけど、結構危険にはまるようで、レビューではその点が指摘されていたよ。このクオリティで720円は高すぎるけど、最悪のクソゲーというわけではないぜ。拙いけれど演出しようという意思はあったからね。まあその演出自体常人には視認できないんだけどな。動体視力に自信のある人は、ベンチマークとしてプレイしてみてね。球団関係者の人も選手のトレーニングのために、このゲームを購入してみるのはどうだろうか。このゲームで3割打者が量産される未来を夢見て、今回はここまで。